僕が一番気にし大事にしてるのはその見える場所、視線とか、まあ、視野とか、まあ、周りをあの見るために姿勢をどうするのか。はい、こんにちは。 RWS ドリブル塾新潟校代表の、高コーチです。はい、今回はですね、あのドリブルの姿勢ということで、まあ、ドリブルするときはどんな姿勢がいいのか、あのどういう姿勢がどんな意味があるのかっていうのをあのお伝え、していきたいなと思います。はい、では早速やっていきたいと思います。はい、今見てもらったあのゆっくりなドリブルなんですけど、このゆっくりなドリブル、まあ、見てもらって分かると思うんですけど、前を見てますよね。でこれ前を見れてるで姿勢がピンとしてる。でこれがすごく大事で、ゆっくりなドリブルの時はボールを直視しないで周りを見れるような姿勢をとる。で姿勢っていうのはやっぱり周りを見るのにすごく必要な、まあ、ドリブルのスピードとかも変わってくるし、あのいろんな方向に行けたり、そういう部分でも変わってくるんですけど、僕が一番気にし大事にしてるのはその見える場所、視線とか、まあ、視野とか、まあ、周りをあの見るために姿勢をどうするのか、ドリブルの時にっていうのを意識してます。でゆっくりの場合は周りをメインで見る。で関節視野、これが大事になるんですけど、関節視野でボールを見るっていうようなイメージでドリブルする。でそれができる姿勢を取るということがすごく大事。はい、次に見ていただいた速いスピード、これはまず姿勢は上半身腰を曲げるんじゃなくて腰を落とすような重心を低くしてドリブルする。でこの時大事なのは見るのは次ボール、関節視野で周りを見るっていうことを意識してみてください。はい、そうするとドリブルの種類によっても姿勢を変えてドリブルできるようになります。はい、まあ、2つね見ていただいて姿勢もちょっと比べていただくと、まあ、分かりやすいと思うんですけど、速い方が上半重心が低くなってる、遅い方が、重心高いままドリブルできる。でこういうふうにいろんな時に俺はこう、私はこうで決めつけるような姿勢のドリブルじゃなくて、いろんな時に姿勢を使い分けれたらすごくいいドリブルができるんじゃないかなと思います。で姿勢の時に一番意識してほしいのは周りをどういうふうな形で見れるか、で周りの情報をどういう得るためにどういうふうに見れるかっていうのをもっと意識していただけたらなと思います。はい、今回この姿勢っていうのを意識、まあ本当に姿勢の中でも一つなんですけど、そういう部分、なんでこの姿勢を意識しなきゃいけないのかっていうのとかも意識してトレーニングができたらと思います。で周りを見るとき大事なのは関節視野でボールを捉える、まあゆっくりできる関節視野でボールを捉えてドリブルできるように、逆に言えば速いときはボールを見て関節視野で周りを見れるように、こういうイメージでやってみてください。はい、以上になります。どうもありがとうございました。